にちは、柴田です。今回はフェンダーメキシコカートコバーンモデルのレビューです。フェンダージャガーなんですけれども、結構ね変えられてますね。オリジナリティ満載なジャガーになっております。カートコバーンといえば誰もが知る伝説のミュージシャンですね。お亡くなりになったのが94年。私シーバードはですね、当時高校2年生なりたてで、カートコバーンのですね死を知ったのは英語の授業中でした。当時はねネットとかがあるわけではないので、そのタイムリーに情報が入ってくるわけじゃないんですけれど、その時のですね英語の先生が粋な先生で、どこの新聞かわかんないですけど、英語の新聞を取っていて、そこにですねカートコバーンの特集が組まれていたんですよ。でその英字新聞を題材にですね授業で使ってくれて、カートコバーンとはみたいな感じで英語の授業でねやってくれたんですよ。かなりね衝撃的なニュースだったんですけれども、亡くなった今でもねカートコバーンはいろんな衝撃を与えてくれていて、ギターがですね高額落札されたりとか、未だに伝説を作り続けているというスペシャルミュージシャンですね。でこのカートコバーンのジャガーなんですけれども、通常のジャガーとの違いといえばですね、まずもうピックアップが違いますね。ハムが2発になっておりまして、ディマジオです。ディマジオのパフとスーパーディストーション、弾丸 JB のねイメージが強かったんですけれども、このジャガーに関しましては93年までこのスーパーディストーションで、94年になってからは JB に変えたという風な記事もねありました。そしてこのノブ見てください。3つなんですよ。もうねここね指入んないんで、こうやってくるくるくるって回すしかないんですけど、ボリューム、ボリューム、トーン、そしてここもね通常ねこの3つのスイッチになってるんですけれど、スリーウェイのねスイッチに交換されております。でこの辺はジャズマスターと同じですね。形的にはねかなりジャズマスターに似ております。ちょっとね違うのかな、なんかこう後ろから見てもねそう違いがね分かんないぐらいですよ。どうでしょう。ああ若干ねこのとんがり具合が違うのかな、ここのねとんがり具合がちょっと違いますね。でもね持った感じはね全然ジャズマスターとは違います。まずね重い、これ重量がね 4.1 以上あります。フェンダー系の中ではねかなり重い方なんじゃないかなと。そしてネックがショートスケール、ジャズマスターはね長いんですよね。スケール感も全然違うんで、こう持つとね本当にね全然別物で、こちらのカートコバーンジャガーはですねなんとバインディングがついております。高級感あふれる仕様になってますね。もともとジャガー自体がジャズマスターよりも高級なものとしてリリースされたっぽいので、初期ジャガーですね一時期はこのバインディングがね施されていたと。で面白いのがですねこれ5等のペグに交換されてるんですけれども、この交換された穴がね開いてるんですよ。実際にカートがこういう風な仕様だったらしくて、そこもね忠実に再現してるようです。でアルダーのボディにメイプルのネックでローズの指板と、鳴らす前の印象としてはスーパーディストーションが乗っかってるんでモコッとした強さがあるのかなと思ってたんですけれど、さすがフェンダーですね、ジャキジャキです。結構これねびっくりしました。もうディマジオでもこんなにジャキジャキになるんだという風な感じでね、ちょっとまずクリーンからいきましょうかね。カードといえばクローンコーラスですね。ディマジオのパフ、かなりいいっすよ。でね、ちょっと歪ませると、いい感じのねこうバイト感。やっぱねこれをね弾かなきゃ。
DS1 とか DS2 のイメージが強いと思うんですけれども、クランチというかね、オーバードライブの音もねめっちゃかっこよくて、ボスのディストーション合いますね。で、これにクロンコーラになっております。いかがでしたでしょうか。ルックスも音も最高です。存在感がねやっぱねすごいですね。こちらはですね2016年製で、今現在もですね2022年からかな、またカートコバーモデルがねリリースされておりますが、1個前のモデルになっております。でこちらですねハードケースなんですよね。でなんかブックレットっぽいのもついてて、かなりねお買い得なギターなんじゃないかなというところです。長崎ねファンコージさんと一緒に行った時に、ホンダ楽器にはエイジドのねこのねフェンダーメキシコがあったんで、もしかしたらねこのエイジドバージョンもリリースされていたのかもしれないです。ぜひぜひ見かけたら試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。おはようございます。